はい、私どもでご案内してます、年金復活プランですね、こちらの方を、経営者の方がですね、シニアの経営者の方がご利用いただいた場合にどんな良いことがあるのかということを考えてみたんですけれども、まず一番大きいのはですね、これは年金をもらうために年収を下げる必要がないということですね。これは意外に思われる方が大変多いと思います。一般的には年金というのは経営者である限り年収を下げないともらえないというふうにね、思われている方が多いと思いますし、年金事務所とかですね、税理士さんあるいは社労士さんからもそういうふうに聞かれている方が多いと思います。ところが年金復活プランをね、採用いただきますと、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方を変えるだけで年金が受け取れるようになりますから、年収は下げる必要がありませんね。年金と報酬と、合わせてトータルの年収は下げる必要がない。場合によっては増えることがありますよね。ですから、年金をもらうために年収は下げる必要がないというのが大きなメリットだと思います。